まあ、統一教会関連の記事を、はい、まあ、とある雑誌でまだ媒体名言えないですけど、はい、書こうと思って、まあ、いろいろ取材してるんですよね今ね。で、まあ、韓国なんかにも行ってきて、で、まあ、詳しくは、まあ、ちょっと雑誌が発売されてから、はい、またここで話しようと思うんですけど、はい、こういうね、例えば統一教会が出してるこの韓国聖地ガイドっていう本すごい本がありますね。家にあったんですよ。家にあったんですね。研究家だね。なんで家にあるんですか。まあ要するに信者たちが聖地と言われている場所をこう巡るためのまあガイドブックなんですよね。へ、うん、この本はどっから入手してるんですか。これ普通に、ね、売ってんですよ。あ、うん、売ってんです。売ってんです。本屋書店で。書店で売ってんのか、これどこで入手したのかちょっと覚えてないですけど、そお金いくらだった700円、うん、だけど2010年に初版だから結構そうさ、まあ、でも10年ぐらい前ですよね。で、まあ、一般的に聖地ってあのニュースなんかでも出てますけど、あの宮殿がねドーンドーンとそびえ立って山の上にあるですけど、そこだけじゃなくて韓国全土にねあるんですよ聖地が、うん、まあ、そこをこうぐるぐる回ったりして、はい、いろいろ聖地を見てきたんですよね、うん、何も特に感じるものはなかったんですけど例えばどういう聖地があったんですか。教祖のゆかりの地、ゆかりの地とかね、でも、まあ、何でもね、まあ、理由付けで、まあ、こんなこと言ったら、うん、あれですけど、まあ、ここが聖地だって言われればもう大体聖地なわけですよ、うん、それでね、言ったもん勝ちみたいな命の木とかね、命の水みたいな、例えばそれをね聖地だと言ってみんなこう崇めて、そこにね例えば行くとね何かが見えるとか天使が見えるとかね言われてるんですって。でちょっとよくわかんないですよね。そうなんですよ。ベースはだってキリスト教なわけですよね、うん、ベースはね、なんで韓国にそんな聖地がいるらしいんですか。都合よく解釈して作ってんですよ。キリスト教なんだけど、まあ、異端って言われてて、はいはい、韓国では全然まあ知られてないというのはちょっと言い過ぎかもしれないけども、うん、韓国で入信してる人はまあそんな多くないんですよね。あ、そうなんですか。そうですそうです。街中行くと結構教会いっぱいあるけど、はいはいはい、まあ、統一教会に入ってるって人はそんなねたくさんいないんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、すごい若い通訳のね、はい、あの女性の方がたまたまね、はい、ついてくれて時に、これ知ってると統一教会って言ったら、うん、私知らなかったですと、韓国人ですよ、そのものを名前は聞いたことありますと、で友達にね聞いたんですって、うん、知ってるって、うん、したら友達が あそこやばいよみたいな、そのぐらいの認識、うん、若い子はね、年いってる人はもちろんね、うん、いろいろこう社会問題になったことも知ってる人もまあいるし、あとはね、だからその企業グループとしてむしろこう認知されてるっていうか、あの宗教団体なんだけれども、旧統一教会系のやってる会社って結構いっぱいあるんですよ韓国に。で普通にスーパーに売ってる例えばジュースとか、それも統一教会系のものだったりして、それは隠してというか表に出さないでやってるんですか。それは会社名が別の会社名になってるね。でそれを例えば通訳のなんかに、はい、これもそうだよねって言ったら、あ、そうなんですかってびっくりするぐらい若い子は、まあ、それイコール統一教会だっていうのは知らなかったんですよね。それは韓国だけですか、授業やってると。そう、日本でもやってますよ。日本でもやってる。日本でもやってます。日本でもやってます。日本で何、ね、なんか僕の知り合いの、パスタ屋で働かされてて、って言って、うん、経営してるパスタ屋があると思うんですけど、うんうんうん、であのなんか月給 4,5 万とかで住み込みで働くみたいな。おお、それは店舗店だったらしいですね。だからなんかそういうのあるんだなって思って、ね、うんうん、それ別にチェーン店とかじゃなくて、チェーン店ではなかったんですよね。あ、そうなんですね。まあ韓国ではねそんな小規模じゃなくて、もうどでかいわけですよ。不動産業とかリゾート開発とか建設屋とか、ヒュンダイグループ的なもうイメージ。そうですそうですそうです。それであらゆる業界に進出してんですよね。例えば学校だってやってますし、うん、ああそうです。中学高校大学、それも1校ずつじゃなくて結構いっぱいあるし、語学学校もあるし、もちろん病院もあるしね。知らずに入ってる人も結構いるってことですか。じゃあおそらくね、それはいないと思います。そう、基本的に分かってて入ってる、だからそこの、まあ、学校出てるっ
って言ったらもしかしたら関係者の方かなっていうふうには思いますよね。その商品は結構メジャーなの韓国で、例えば、まあ、昔からあるのはよく言われてるのはコーラの変形版っていうか、はいはいはい、メッコールっていうね、こうコーラみたいなドリンクがあったりとか、その飲み物がここにない自動販売機売ってたんですよ、はい、売り切れだったんですそうなんですちょうど 2台自動販売機行ったんだけど両方売り切れで、ああそう、そんな日本のものはなんか分かんないんですか。今日は持ってきてないですけど、そういうリストがあるわけです、はい、あ、そうですか。業者一覧リストみたいなあるんですよね。そのリストって何なんですか。どこが出してる、誰が誰も作ってる。だからその統一教会を取材する中で分かったのをこうまとめ、誰かがまとめたのは統一教会の関係者だったりとかもするし、それは世には出ていけないものです。そうだ、まあそれをベースにまあ取材かけたりね、記者は。あ、昔もね、パソコン作ってとかいろいろね、ありましたよね、もうお金は稼げと頑張ってみたいな感じなんですよ、信者で。そう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 、うん、韓国の方がよりその規模がでかい。献金っていう集金システムある一方で、その献金がさっき言った宮殿に使われてるとか言われてるし、あるいは一方でそういうビジネスにも使われてる可能性もある。昔ね、合同結婚式でいっぱい信者さんが韓国にこう渡って結婚式出るまでの間にまあ、大量に来るから泊まるところがね、はい、なかなかないじゃないですか。その時にまさにさっきのコーラのに似たものを作ってる会社の工場でね、寝泊まりさせたりとか、そういう宗教活動にも利用されてるわけじゃないですか。その韓国でどうなの、批判とかされてんの、統一教会自体。そういう感じじゃないの。あのね、ほとんど、まあ、無視、うん、でちょうどねデモがあったんですよね、今月2回ぐらいデモがあって、うん、大使館とあとテレビ局の前でね、日本の歪曲報道は許さないって言ってデモがあったんだけれども、韓国国内で報じてるのは、まあ、世界日報っていうメディア、それはまさに統一教会系の自分たちのメディアですよね。その会社、名前出せるのないんですか。コーラの会社、コーラじゃないですけど、似たの作ってるのは漢字で1に、和風の和って書いて、まあ、1話で、韓国語では、まあ、違う発音で読む会社があって、そう、日本で日本でも多分ね、高麗人参とか、日本にあるのはだから1話から輸入してんのかな。あ、ちょっと正確にはそこまで分からないですけど、そう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 。いや、まあ明日言いたいんですよ、これって実は統一教会なんだよって。それと何回も欲しいんですこの会社でもいいんですよ、みんなが知ってそうな知ってそうな会社、知ってそうなねそういうね、メジャーなのはないですよね、日本ではね。そう、旅行代理店とかもすごいちっちゃい、ちっちゃい、だから、世界のせいに1か、聖地観光、聖地トラベル、まあ、これウィキペディアに出てますね、これね。そう、結構出てるわ、これ、まあ、大した情報じゃない、これ統一教会旅行代理店って言ったらポンって出てくる、出てくる、出てくる。そうなんですね、うん、でも統一教会のなんか今やっぱ幹事だと、ハン・ハクチャン、ハン・ハクチャンとキリストはどっちが偉いとかあるんですか、宗教上で。私がメシアだ、メシア、救世主、つまり生まれ変わりみたいなことになってる、っていうことになってるわけですよね。生まれ変わりって設定なんですか。設定ってそれこそあの板工芸くらいあのそういう風に言われてる、言ってる本人が。でも僕もあの前、あの真控えの道場行ったって言ってたじゃないですか、あの時もだから、ある時はキリストで、ある時はなんかメシアになってっていう、なんか大体そういう競技なんだよね。そう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 、全部網羅したのが内田みたいな、神オブ神みたいな宗教もあるし、神の中の神が私ですみたいな教祖もいるしね。